はい、どうも、池です。今日は、ルナシーライブトーク、宇都宮編をやっていきたいと思うんですが、その前にちょっとお知らせがございます。今回をもって、こちらのライブトークは最終回とさせてもらうことになりました。まあ、いろいろ事情はあるんですけど、まあ、この、今後のライブの日程っていうのは結構平日にあることが多く、まあ、今回の宇都宮もそうなんですけど、6時半開演で終わる頃にはもう9時とか9時半とかなんですよ。で、まあ、そこから会場から、まあ、自分が泊まるであろうホテルに戻って準備するってなるともう11時とかになっちゃうんで、まあ、自分的にもちょっとしんどいっていうのもあるし、まあ、一緒に参加してくれる方も結構厳しいかなと思って、時間的な問題でちょっともう無理かなと思いまして、今回で一応最終回にさせてもらうことにしました。はい。まあ、もし楽しみにしていた方がいらっしゃいましたら、ちょっと申し訳ないんですが、こういった形での、放送は一応これで最終回とさせていただきます。ただまあ、いずれ何かしらの形で、まあこのライブをトークという枠ではなくてもいいと思うので、まあ何かしらの形で、まあ、今回のメンバー及びこれからもしかしたら参加してくれるかもしれない方とのトークができればいいかなと思っておりますので、もしご参加いただける方がいらっしゃいましたらぜひお願いします。はい、というわけで本番いきまーす。マスクの中が臭い。はい、どうも、イケルです。なんだよ、いつも始まりが。いや、今回ね、宇都宮だったんで餃子食ったんですよ。あ、だから。そのままライブ行ったら臭かったっていう。なんで食っていくんだよ。いや、ホテル泊まって目の前にあって、飯食ってなかったから食っていくかってなったらそうなったんですよ。なんで餃子食べたんだよ。だから臭いって本当だったんだ。うん、普通に臭かった。はい、そんなわけで始めます。AKでーす、どうも。で、今日は、3人でやります。では、レジェンドどうぞ。レジェンド。なんか、美味しいとこ持ってかれたレジェンドです。はい、続いて、ルミさん。はい、ルミ子です。よろしくお願いします。あれ？あ、うん、はい。日本名手、ルミ子です。よろしくお願いします。え、何？日本名手。どういうこと？ルミ子です。どういうこと？ダメだ、俺も笑って何も言えない。これは、なんだっけな、石井さんのインスタライブで、うん、こう、なんだっけ、今僕何飲んでると思うって言われた時に、うん、色がすごい茶色っぽかったんですよ。ほうほうほう。で、みんな当てて当ててって言うから、うん、じゃあと思って、陽明酒って言ったら、めっちゃ怒られた。俺、何いくつだと思ってんなとか言って。いや、陽明酒もわかるんだけどさ、まあ飲み物じゃん。ガブガブ飲むものじゃないですね。いや、そこでね、そこでね、うん、聞いてくださいよ。いきなり、まあ、それ、まずいいんですよ。陽明酒って飲み物だから。うん。イソジンとか言った人いるんだよ。あ、イソジン、私はイソジン言ってませんよ。イソジンって言われた時に俺、うがい薬じゃん。言ってた。オープニングから何の話しとんねん。でも私がその後陽明酒って言ったのかな。そうだね、陽明酒言ったら俺をいくつだと思ってんだって怒ってた。ジジイ扱いっていう。そんなことじゃない。ただそういうことか。違う、色を見て。つながったな。色を見て、そういうことか。違う。もう諦めよう。色を見て、ああ。はい、そんなわけで、はい、そんなわけで今日はこの3人でやっていきまーす。お願いします。お願いします。オープニングからぐっちゃぐちゃだな、トークもう。じゃあまあ、昨日のセットリストはまだ2人全く見てないです？見てない。お、なるほど。なるほど。ちょっと待って。昨日のセットリスト動画にはしてあるけど覚えてへんねやろ、ちゃんと。ちょっと待ってくださいね。
K さんの動画も見ないようにしたしね。やっぱ言わなくてもしてくれると思ったらやっぱしてくれてたんだ。うん、ツイッターも絶対見なかったしね。そうなんですよ。もう多分聞いてる人はもう皆さん知ってると思うんですけどね、初日のレア曲がやばかったんですよね。いやー、まあまあまあ、後ほどお楽しみにという感じですね。これはレジェンド予想も聞いて、そうですね、まあ、そこも含めてちょっと後々楽しみにしましょう。いや、はい、いや俺は多分的を得ると思うな。なんかすごい、なんか確たる自信がある。ほうほうほう、強気ですね。ね、もうそろそろスレーブ30周年ってことで、うん、さすがですわ、さすがでございます。じゃあセットリストですね、ちょっと今見れないですけど、多分合ってると思うんで行ってきます。1曲目、はい、ルカ、2曲目クローザー、3曲目が、はい、ユアノキングアトマイドア、4曲目がフィリア、5曲目空の歌、6曲目が静寂で、7曲目ブラック&ブルーで、8曲目がビヨンドです。が第1部です。で、第2部が昨日はデジャブ、ストーム、トゥルーブルーで、レア曲があって、うん、I for you、ロージア、トゥナイト、あで、メイクアバウィッシュ、ソーテンダーが1日目ですね。はい。で、2日目が、ルカ、クローザーで、パルス、フィリア、空の歌。で、アナグラム、ホールドユーダウン。で、飛装備が一部ですね。で、二部が、ジーザス、ストーム、あ、違う、ジーザス、デザイア、シャイニン、レア曲、I for you, ロージア、ビリーブ。で、アンコールがメイクアバーウィッシュ、ソーテンダーでしたね。はい、そんな感じのセットリストでした。で、早速レア曲の話いきますか。はいはい、お楽しみのレア曲ですが、お二人とも、はい、まず初日何があったと思います。あれから出たんだろう。まあほらね、福島で、うん、まあ、折り返し地点ってことだから、まあ、流れ的に言うとそうですよね。まあ折り返すんだろうなっていう、うん、はいはい、ただただ、うんうん、ぶっ壊してきたんですよ。ちょっと折り返してない、ぶっ壊し、これ以上はまだ言わないです。ぶっ壊し系、ぶっ壊し系ですね。ぶっ壊しっちゃぶっ壊しですね、ぶっ壊しってことはこれ、うん、インディーバージョン、それともメジャーバージョンってこと。え、どういうこと。え、インディーのアルバムなの、それともメジャーのアルバムなのっていう。もうインディーって言ったらもう一つしかないや。まあ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 、そうですけど、うん、なんだろう。で、あ、でもしかして、ほ、何ですか、そんなドア玉でそんなことするのっていう、俺の中で、うん、ああ、ルトラ、うん、ルトラ、ほう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 、お、ルトラ、いや、まだまだ答えないです、それは。のみこさんどうですか。いや、私は分かんない分かんない、全然予想ったら。ブリブリブリ。じゃあもう答えはなしということで。はいはい、いいですよ。レジェンドいいんですか、ブルトラで。いや、ちょっと待って、ブルトラじゃないんだ。ちょ、それでいいってことは、ブルトラじゃないんだね。いやいやいや、別に、まだ俺合ってるとも合ってないとも言ってないですよ。ただそれでいいんですかって聞いただけ。うん、ブルトラじゃないんだね。俺なんかね、こういう風な言われ方と多分違うんだな、と、うん、今思っちゃった。あ、じゃあ俺毎回言うわ、それ。いや、毎回言うわってさ、もう終わりじゃん。終わりなのに。え？え？ちょっと待って、まさか。え、何ですか？まさかエデンからなんて言わないよね。いいんですか、本当に。あ、ちょっと待ってください。わかりました。ちょっと先生。まあ、うん、俺、ライブではこれは一回も、の要はこの、例えば、リビューとしてから。うん。うん、はいはい、聞いたことがないんですよ。ほう、はい、うん、ライブでは聞いたことない、うん、はい、でも、うん、聞いてみたいな的な、ほう、はい、サンディータイム、ほう、なるほど、いいんですか、うん、いや、なんか怪しいな、これな。え、ちょっと待って、ちょっとブレた、ちょっとごめん、ちょっとブレた、うん。いいですか。まさか、もっと、え、
このレア曲の次 I for You ですよね。あ、そうそうそう。あんまり曲の流れは気にしない方がいいです。そうなんだ。あ、そう。うん。流れ的には俺これかなって思った。ぶっ壊し来たからこれかなって思ったんだけど。そういう意味のぶっ壊しっていう意味じゃないです。セットリスト的にぶっ壊れてるって意味じゃなくて、今までの流れから言って、この曲が入るとちょっとおかしいよねっていう。おかしいっていうかな、ちょっと違うねっていう。わかった、わかった。何ですか？これ決めた。ザ・スレイン。ザ・スレイン。ほう、いいんですかそれで。え？はい、はい、はい、ぶれ、はい、もうぶれない。ファイナルアンサー。ファイナルアンサーって、ルナシー的にはファイナルアクトだよね。はい。乗ってあげて。あ、なんかイラッとするそれ。やっぱそうだよね。ごめん。はい。絶対今イラッとする。はい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 。ファイナルアンサーですか？ファイナルアンサー。残念。ええー。答え言っちゃっていいですか？はい。やっぱ違うんだ。でもね、近いとこ来たんですよ。近いとこ来た。ブランチロード。ブランチロード。うん、びっくりした。うっしょ。しかも結構テンポ落としめな感じでしたね。そんなのやるんだ。うん、本当にびっくりしたわ。ブランチロードってまずめったにしないからね。うん。で、俺多分前回だったかな、話してたと思うんですけど、ここ最近、うん、一番最初のアルバムのルナシーの曲をやってないっていうのを言ってたじゃないですか。うん、で、あえて下げてるみたいなこと言ってたんですけど、それもぶっ壊されたんですよ、それで。やっちゃったから。やったね。うん。そこで来るかと思って、ちょっと俺も驚きましたね。ブランチロード。うん。まあ、確かにね、2010年の曲編でやってると、うん、まあ、それ以来かな。うん、そうですね。黒服限定以来ですね、ドームの。そうだよね。そうなんですよ。という感じでしたね、初日は。じゃあ、二日目行きましょうか。テンション上がるわ。二日目。この流れで行くったら。あ、でも、二日目はそこまでびっくりする感じじゃなかったですね。あ、そう。俺、昨日、うん、この流れで言うと、うん、まあ、俺、まあ、この曲も、すごいなんか、思い出の曲であって、すごい好きな曲なんですよ。俺がこれから言う曲がね。ほうほうほう。で、ある人の昨日 YouTube チャンネル見てたんですよ、過去の。はい。で、この曲の、今これから言う曲の話のエピソードを言ってたんですよ。はい。うん。で、あ、そういう曲にこんなエピソードがあったんだっていう。うん。曲だったんです。あ、でもこういうのをレア曲で、でもこれはレア曲として言っていいものなのかと思ったんだけど、あ、でも、これを、うん、まあ、今の形で、うん、聞いてみたいなとは思った。ほう、古い曲ですか、じゃあ。古い曲だね。うん。インディーからやってた曲だね。ほうほうほう。いいですか？どうぞ。多分当たると思うんですよ。当たるのかな？また外れるわな。どうぞ。また外れるよな、これ。外れたらなんか凹むよな、結構。そう結構凹むんだよね。さっきものすごい凹んだんだよね。ああ、そうなんだ。いや、さっきのはちょっと難易度高すぎた。近いとこまで行ってさ、サンディータイムまで行ったんだったらさ、うん、もうちょっと粘ればよかった。なんで下がってきたんだろう。これ、ムーンって言おうと思ったけど、絶対違うだろうなと思ってた。てかよくそっちのアルバムたどり着きましたね、そもそも。いや、もともと。ぶっ壊してきたから、うん。うん、絶対、エデン、マザー、スタイルじゃないんだなと思ってて、うん。まあ、インディーなんだろうなっていう。うん。見事にそこは当てましたね。うん、で、今日は、ね、今日は多分、うん。はい。正直、今日、この曲もずっと聴いてたんだけど、うん。はい。で、改めて聴くと、いいなこの曲、でイメージはリアルも見てて、うん、イメージはリアルでやってるんですよね、これをね。ほうほうほう。うん。違うのかな。イメージはリアルの映像にはな
なってたかもしれん。ちょっと俺もはっきり覚えてないけど。いや、まあ、初期のイメージはリアル。え？映像になってないやつ？映像なってる。初期のイメージはリアル。多分なってる？なってるの？わかんない。わかんない。な気がする。今日の。わかんない、わかんない。今日の答え知らないけど。うん。多分。うん。イミテーション？ファイナルアンサー？あ、違うのか。なんだ？ファイナルアンサー？え？いや。さあ、どうする？わかった。ん？ウォールだ。え、ウォールイメージリアルでやってねえんだよな。やってねえよ。ね、最近のね、うん、イメージはリアルではやってるだろうけど。やってるやってる。イマージだな。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。イマージちょっと待ってね。なんだよ。イマージだ。わかった。本当に？イマージだ。うん。じゃあファイナルアンサーですね。ファイナルアンサー。残念。イミテーションでした。いや、もう本当やりきれないなんか。つらいときれば。昨日ね。うん。そう、昨日あの順次チャンネル見てたのよ。はあ。シャムシェイドの順次の。はい。で、順次はローリーだったじゃない？ああ、うん。で、北海道の北見夕焼け祭りっていうライブハウスで、うん、イミテーションで。うん。深夜のスネアのパッドが切れたっていう話をしてたのよ。へー。それがイミテーションの話だったのよ。うんうん。で、それを受けて、あ、イミテーション聞きたいなーと思って聞きながら映像見たら、あ、イミテーションなんかレア曲であってほしいなーなんて思ってたんですよ。なんだよ、じゃあ今日来ればよかったのに聞けたのに。でも、うん、でも、なんだかんだ言って、いや、これはウォールかイマージかどっちかだよな。イミテーションなんかやらないよな、なんて思ってたらイミテーションやったんですよ、ね。やったんですよ。なんかがっかり。あ、でも、大方合ってたんじゃないですか。うん。いいとこはついてましたね。うん。さすがです。来年スレーブ30周年ですもん。ねえ、素晴らしい。よくわかんないけど。まあ、そんなセットリストでしたよ、今日は。ああ、神回ったら神回かな、俺の中では。ああ、なるほどね。聞きたかったのをちょうどやったっていうね。うん、うん、これは良かったのに。ああ、いや、もう一つちょっと残念な報告が途中で入ってきて、うん、大阪が飛んだ。ああ、延期になりましたね。うん、俺も行く途中に見た。うん、なんかね、まあ、致し方ないと思うけど、うん、多分もう日程がもう組めないよね。多分年内会場取れないと思うんだよね、もう今はもう、今からじゃあもう。年内はさすがに無理ですね。うん。うん、もうこれ、なんていうの？振り返りじゃなくてもう中止に等しいぐらい。うん、ああ。まあ振り返って言ってるけど、うん、そうですね、延期ですよね、うん、まあ年内は無理だから来年でしょうね、うん、今来年の多分5月に何かあるだろうから、その前あたりとかにあるんじゃないですか、ね、ああ、そうかそうか、2月3月とか、うん、うん、ああ、うん、で何気に昨日のライブの時にちょっと龍一がポロッと言ってたかもしれないんですよ、実は。本来は宇都宮公演終わるとあと5公演があるんですよ。5公演っていうか5会場、うんうん、はいはい、うん、だけど MC であと残り4会場だったかなみたいなこと言ってて、ポロッと、あら、あ、また龍一やらかしたのかなと思って、ポロッと、うん、言っちゃった、うん、で何気に今日もあれこれポロッと言ったんじゃねっていう発言が1個あって、え、うんうん、なんだったかな、俺ちゃんとした言い回しはごめんなさい覚えてないんですけど、うん、なんか今回のツアーって毎回もう一周ライブをやるみたいなことを言ってるんですよ、うんうん、とかレア曲のみでライブやるとかっていうのも言ってたんですよ。まあそれは多分冗談だと思うんですけど、うん、で
なんかライブハウスでやるみたいなことをチラッと言ってたんですよ。なんかあんのかみたいな。だいたい龍一って、思いつきで適当なことってそんなに言わないんですよ。うん。のち結構現実になってること多くて。なんか、結構こういう MC 逃せないんですよ、龍一、本当に。あんのかなっていうのがちょっと引っかかりましたね、今回。ライブハウスで？うん？ライブハウスやりたいみたいな感じですか？いや、なんだったかな。ライブハウスでやろうかみたいな言い回しだったかな。だまだ考えてる段階の話をちょっと今ポロッと出ただけかもしれないけど。まあでももしかしたら視野には入ってるのかもしれないなっていう。またこの間みたいに絶対ツアーするんじゃないかな。でも絶対もね、もう数々なくなってきてるからね。そうね。え、絶対今なくなってるんですか？だって、台場がなくなるじゃない？そうそうそう。あれそうだっけ？仙台がなくなったじゃない？あ、そうなんだ。うん。でもほら、羽田とどこだっけ？横浜ができたじゃない？うん。二つその代わりできてるから、絶対ツアーまたやんじゃねえかなって。いやでもどうせライブハウスやるならもっとちっちゃいとこでやってほしいけどね。警備体制だよね、あとね。あ、まあね。あとほら人がどのくらい入れられるのかと。ほら今インディーでも今、有観客でも本当に何十人っていう。状態、何百はもう入れられないっていう。あ、そうなんだ。うん、ライブハウス自体がもう怖がっちゃってて。あ、まあ、完全に密集しますからね。そう。だからもう完全に椅子を置いて。うん、だから、この間、だから、6名間行った時。うん。はい。あ、もう、完璧に、うん、60何人でも全然すっかすか？はぁ、60何人。ああ、うん。6名間でもすっかすかだからね。あらららら。だから椅子置いちゃって、うん。プラス、アクリル立てちゃって、うん、なんか、いいのかこれぐらいの。だから、あのこう、パンパンの光景を思い描けば、いいのかこれはっていう。うん、あ、はいはいはい。うん、でももう、これがもう今のあり方なんだろうなっていう。やっぱライブハウスは、現実的に無理なのか、うん、ものすごい、ほら、一回叩かれたじゃん。うん、まあ最初の頃ね。うん、で、叩かれたし、うん、ここ、なんか最近、こう、1日2日で、なんか、どっかのフェスが叩かれたじゃん。ああ、そうそう、なんか叩かれてましたね。愛知のフェスですね。なお一層ライブハウスなんかもうやっちゃったら叩かれやすいっていう。でも、できても絶不系じゃないの？キャパからすると。まあ、そうなりますよね。わかんないの、僕は。でも本当に、音楽好きなものとして、今の本当に状況ってすっげえなんか辛いっすね。うん、音楽が悪者みたいに言われちゃってさ。そう。まあ、一番標的になりやすい。資料に使われやすいっていう。まあまあね。まあ要は、ライブハウスの光景と、品川の駅の真ん前。うん。はいはい。とか、飲食店がもう絵として使いやすいっていう。うん。感染してますっていう、まあ、渋谷もそうだけど。うん、はいはいはい。うん。使われやすい。だって普通の何、この、駅とかって使われないじゃん。うん。使われませんよね。電車の中なんか。片側にすればね、最悪だけどね。混み込みなのにね。まあ、今の状況は本当にもうしょうがないってしょうがないんですよね。まあ、戻りには戻らないと思うけど。収束待つしかないですね。これから、ね、このライブもこんな感じになってしまうのかなっていうと寂しいけど。醍醐味が。なんかもう、寂しい。ですね。まあでもまだ、比較的でっかいアーティストだったらライブハウスじゃなくてホールとか使えば席があるからまだね。なんとかなると思うんですよね。はいはい、はいはいはい。やっぱ小規模なアーティストになると余計にやっぱ今の状況辛いんでしょうね。辛いっすよね。ライブハウス自体も辛いでしょうし。うん。でも、力のある
アーティストだからこそできるみたいな。うん、本当に今そうです、ね。力がないとこはまずツアーができないじゃん。うん、そうですね。うん、ライブできない力があってもほら会場が取れないとかさ。そうそうそう。うん、だって取り合いですよね、もう会場もね。うん、そうそう、うん、だってもう会場なんか2年3年前から取らなきゃ取れない。そうそうそう。今から取ろうなんたら、ね、2年3年先のことだから。そうそうそう。で、その間できないのかっていう。うん、ね。うん、そうですね。ルナシーに関しても、だから来年の、まあ、例えばツアーやるとしても、うん、これをだから、いつ決めてるのかっていう。うん。うん、まあ、本来だったらもうとっくに決まって、ね。もう去年決めちゃってるのかもしれないし、今年はまあ多分決めてないと思うけども。うん。うん。うんうん、ただ埼玉なんてアナウンスはないから、ね、うん、あ、おそらくないだろうっていう。まあ、今年はさすがにないですね。ああ。うん。ないのか。じゃあ神戸がもうねギリギリで終わってしまうから、そうですよね、うん、そうないんじゃないかと。でもあれが来ないと年末って感じがしないんですけどね、私はまあ確かにね、うん、私の中の年末だから、あれは。なるほど、うん、5年ぐらいずっとやってますもんね、醍醐味。うん、そうだね。まあでもそんな中でもまだライブをやってくれてるっていうだけでも幸せですね。いや、ありがたいね。本当に今日それ思ったんですよ。うん。なんか今日本当にライブ自体は特別何かがすごいっていうのはあんま正直なかったんですけど、うん。なんだろう、本当に普通にライブ、ルナシーのライブを今聴けてるっていうことにすごくなんか幸せだなって今日感じましたね。うん。うん。なんか、ある人の話なんですけど、はい、はいはい、なんか、いや、ルナシーだからできたんだよとか言う人いるんですよ。うんうんうん、多分俺はそれをさ、個人的にさ、うん、それを持ちつ持たれてじゃないのって思っちゃう。うんうん、多分、うん、彼らも多分できないと思う。取れなければ。それは前もって取れた会場が伸ばしたから取れ、やれ、てるだけだって、多分あなたに取ろうと思ったら多分彼らでも無理だったと思う。そうですね、うん、多分今年ツアーやりますってね、うん、初めから言ってたら多分こんなに会場取れなかったんだろうと思って、うん、取れてもね、大きなの例えば武道館埼玉ぐらいだったんじゃないかなっていう、うんうん、グレイだって去年埼玉しかできなかったらしいじゃん。あ、そうなの。あ、うん、そうか。ルナシーの前になんか埼玉やったらしいんだけど、言ってましたね、うん、もうツアーが全部飛んでしまった。うん、で今年のツアーももう予定立つないから全部中止にしちゃったから振り替えができないっていう、うん、へー、なんかグレイチャンネルでなんか久々チャンネルかな、なんか言ったな。そうそう、見た見た、言ってましたね、今年はできないけど来年は計画を立ててますみたいな。そうそうそう、うん、だから、ルナシーもね、うん、できてるのが、まあ、奇跡っていうか、うん、たまたまなのかなっていう。うん、多分本来は多分できないんだろうけど。うん。だいぶ前のライブで確か杉蔵がツアーの最中に言ってたんですよ。うん、今のこのライブができてるのは奇跡だみたいなこと言ってたんですけど、うん、そういう流れもあってっていうのがあるんでしょうね、うん、そうすると、うんうん、ね、まあ会場が飛んでるのもあるけどね、うんうんうん、それを考えるともう奇跡なのかなって、うん、ですね。あ、なんかしんみりしてる。まあたまにはこんなね、なんか いつもの調子じゃない俺。たまにはこんなもんじゃないですか。なんか別にこういう話好きですよ。ああ、なるほど。むしろこっちの話の方が好きかもしれない。あ、ぎゅなんで消えない。大丈夫大丈夫、あのご飯炊きに行かないんで。あの今日これ担当はいないんで。ぶっこんだ俺今。あ、炊きいないですからね、今日炊きに行く人が。米担当いないのと。うん、あと俺も今ホテルなんで米がないんでできないですね、残念な。あ、そうだ、ちょっと話ガラッと変わるんですけど、はい、今携帯関係の仕事してるんですよ。
ちょっと気になったんですけど、みんな機種って何使ってます？ルミコさん何使ってます？私 iPhone の7なんです。7？ 古っ。古いですね、うん、また化石みたいなもん。そうね、おっしゃる通り。え、レジェンド何使ってるんですか？その後俺言うんですか？え、何何何何何何よ。え？何よ。なんか言いづらくなってきたんだけど。なんで？だよね。なんで？え？いや、iPhone7 が化石ったらどうするんですか俺。え、レジェンドそんな古いの使ってるんですか？え、黒電話とか言ったら怒りますよ。論外だわ。論外。いや、もう、ねえ、6S プラスですよ。え？じゃないっすよ。え？え？じゃないっすよ。え？7点？もういい。え？もういい。俺もういい。俺もうピクサル。え？ 6S プラスって言った今。俺もういい。俺何も言ってない。俺何も言ってない。ルミコさん今 6S プラスって言いましたよね、このレジェンドさん。俺何も言ってない。あれ？こないだ8って言わなかったでしたっけ？違った。それ別にありますけどね。それ。ああ、そっか。今使ってらっしゃるのは。メインは何ですか？はい。メインは何ですか？今。ガラケーです。え、今この放送に使ってるのは何ですか？もうなんかね、腹立ってきた。6S プラスって。この流れもう本当嫌い。なんだろう、分かった流れの方が良かった俺。6S プラスってなんだよ、なんだその電卓みたいなやつ。あのさ。はい、そこ？え、何？どうした？なんだろう。なんだよ。どうした？え、今レジェンドが使ってるのは通話ができる電卓ですよね。そういう意味をするか。え、激なんすか。まさかそう来ると思わなかったわ。すごい一時で来ましたね。いやー、じゃあもう携帯関係の仕事してるものからしたらね、まあ、僕は今、11使ってるんですけど、7、まあ7まあ確かに古いけど、たまにお客さんでも使ってる人はまあ確かにいますわ。6S プラス？すごい。でも、うん、でも、うん、あ、いいや、もういいや。なんで？自分で傷口を広げそうだからいいや、もう。いいや、俺もうすげえ傷口を広げそうだもん、自分で。今、いいや。大丈夫ですか？え？なんか、俺、心折れた。俺、知ってる。なんだろう、俺今日大暴れする予定だったから、なんだろう。大暴れして、いいですよ。いきなりくじかれた。出番くじかれたってやつ。いやいや、もう私は変えたいと思ってても、やっと2年が過ぎるんで、絵を変えようかなと思ってますけど。え、2年前にセブン買ったんですか？そう、2年前にセブン買うなっていう話もあるんですよ。本当そうですよ。それも問題だな。よく変えたな。よく買ったよ、私も。うん、と思います。まあ、はい、反省しております。いや、反省はしなくていいですけど。もう なんでこれを買ったって感じです。じゃあ俺もついでに反省しようかな。レジェンド反省じゃ収まらないで。しようか。うるさい、うるさい。だって電卓使ってるんですよね。もうひどいな、本当に。ひどいな。あ、悪魔ってさ、こんなところにこんなに近くにいるんだなって思って。俺また遠いところにいるんかと思ったら、こんな近くにいるんだね、悪魔って。意外とね、近いところにいるんですね。はい、いるんだね。いますね。すぐそばにいますよ。本当に覚えてろ。ああ、面白い。ええ、けさ。はい。というわけで最終回の前半はここまでです。まあ、ちょうどいい区切りなんでここまでかなと思い区切りました。後半はちょっとですね、長くなりそうなのと、編集に時間かかりそうなんで、一旦ここまでです。はい。というわけで今日はここまで。バイバイ。